愛知の回転寿司2022春。来る動機と言いますと、美味しいから美味しい、身が大きくてすごくお得な感じします。値段が大きいですね。名古屋市西区のショッピングモール、モゾワンダーシティの1階にある、その名ももりもり寿司。平日でも満席になることも多い評判の回転寿司です。その人気の理由はというと、ちなみに何回目ですか？4回目ぐらいです。石川で食べた時に今まで食べたことのない新鮮さみたいなのがね、ハマっちゃって、金沢のものを食べてみたかったんです。北陸地方に本社を構えるもりもり寿司。金沢の近江町市場を中心に買い付けを行っており、地元ならでは鮮度抜群のネタが多いのが自慢なんです。旬のものですとホタルイカや、白エビ、ガスエビなどの商品になります。まずおすすめなのが富山湾で獲れる生ホタルイカ。特に富山産は身がふっくらしていて今しか食べられない一品。もちろん定番のゆでホタルイカも大人気です。ガスエビはもともと鮮度の落ちが早くて地元の方でしか消費されてない商品でした。ただ今流通ルートが確保されましたので、だいぶ出回るようになりまして、うちでも使わせていただいています。驚くほど歯ごたえがプリプリのガスエビもこの時期が旬。こちらは地元で白い宝石と呼ばれる白エビ。傷みやすいことからあまり出回りませんでしたが、近年の冷蔵技術の発達で鮮度が保てるように。さらに甘エビ、めちゃくちゃ身がプリプリして美味しかったです。回転寿司の定番ネタ甘エビも北陸産は甘み旨みが格段にアップ。ガスエビ、白エビとの北陸エビ3点盛りがおすすめです。のどぐろの炙りもさっぱりしてる感じで美味しい。高級魚のどぐろも春まで入荷しているそうでさっぱりいただけます。石川県が漁獲量トップクラスのサヨリも今が食べ頃。北陸の旬を味わい尽くしたい人はおすすめ11貫に味噌汁がついた握りセットが一押しです。続いてサイドメニューで人気なのが、うどんがよく出るんですね。たまにうどん屋さんかなって思うぐらい出る時もあるんで、やっぱり北陸っぽいといえば白エビのかき揚げうどん。特に人気なのが北陸名物白エビのかき揚げが乗ったうどん。今の時期しか食べれないんで個人的にも大好きです。お寿司プラス2個ぐらいは食べれちゃいます。出汁が染み込んだかき揚げは店長も一押し。もちろん白エビとガスエビはおつまみにもなる唐揚げもあります。さらにズワイガニのメス、香箱ガニの味噌汁やアイガイ、ウマニもこの時期のおすすめメニューです。日本海の旬の食材が揃っているもりもり寿司。今しか食べられないネタが目白押しです。もちろんテイクアウトも充実していますよ。続いては愛知県大府市にある話題の回転寿司なんですが、オープン前に覗いてみると店舗前に不思議なスペースが。中に入ってみると新鮮な魚介類がずらり。これは回転寿司と書いてきたんですけど、はい、もうこれは何ですか？魚屋、僕らもともと経験者ということでコロナになり始めて2年前から販売しております。実は森の石松は元鮮魚店のスタッフが営んでいる回転寿司なんです。朝7時半から10時頃まで鮮魚店を経営しているのもうなずけますね。すると突然何やら動画撮影が始まりましたよ。おはようございます。昨日白魚がまた入ってます。春を告げる魚です。お写真 OK です。生のクジラは 100g500 円で入ってます。軽快なトークはさすが元魚屋さん。コロナ禍になってから始めたそうで、混雑を防ぐために毎朝動画配信して予約してもらうよう促しているんだとか。ホッキ貝
208円で4個。すごく新鮮でいい、珍しいものもあるし、なんかいろんなもの美味しいから食べてます。いや、安い、新鮮中華、いろいろな魚がいい。客のお目当てはあまりスーパーでは見かけない新鮮で珍しい魚介。愛知県産の天然ハマグリや幻の魚と呼ばれる白身魚ヤガラが入荷することもあるんだそう。そして好評のサービスが、何にするって聞いてくれるので、今日は塩焼きでとか言えば、何イワシ、フライ。そう、どんな魚でも注文通りにさばいてくれるんです。さあ、そんな森の始末、おすすめのネタを自ら仕入れている社長に聞いてみると、うちだったら、まあ貝とかが得意なんですけど、寿司屋始めた時からずっと貝にはこだわってやってきたんで。そうもしかして社長が好きとか。そう僕個人も好きなんで。社長の好物でもある貝類が毎日大量入荷。今だと平貝でしょ、愛知で取れる平貝、それからミル貝も愛知です、あと鳥貝も愛知、あと北海道の方でホッキ貝だったり、ホタテ貝だったり、やっぱり貝って一個一個全部味が違うんで、食べ比べみたいな感じで、貝七貫盛りっていうのはほぼほぼもう定番でやってます。社長の一押しは平貝やホタテなど旬の貝七貫盛り、貝好きにはたまりませんよね。先ほどの幻の魚ヤガラも、その見た目とは裏腹に旨味が強く、初めて食べた人はびっくりするんだとか。さらに愛知県産のイワシも特に脂が乗っていておすすめです。平日ランチ限定でおまかせ握り7貫に天ぷら盛り合わせがついたお値打ちなセットも。煮魚のセットもあり、自家製茶碗蒸しか味噌汁がチョイスできます。森の石松ボルト、アナゴは絶対に食べます。焼きたてが来るから熱々なんでね、ここはやっぱりタレが美味しいんだね。サイドメニューも充実、大人気なのが丸ごと1秒炙って特製甘辛ダレをつけた焼きアナゴの握りや、大府市内にある養鶏場の卵を使っただし巻きも名物メニュー。これ一応握りです。こちらではちょっと変わったメニューが。これ何ですか。シラウオ。シラウオ驚いてる。元気いいよ。それ食べるんですか。春の風物詩、シラウオの踊り食い。生きたままポン酢でいただくのが美味しいそうで、気になるお味は。口の中で踊っとる。味もないけど歯ごたえを楽しむ。チュルンとした喉越しを味わう珍味、今しか食べられない春の味です。一方、お店の入り口にはテイクアウト用の惣菜もずらり。おさん、何を買った。これ漬け丼、まだあるよ。新鮮なものが、手近に手に入るので。惣菜はすべて厨房で調理しているので、味は折り紙付き。中でも人気は一杯120円のあら汁、数種類の地魚の旨味が食欲をそそります。鮮魚も買える話題の回転寿司、森の石松。春は特にネタが揃っているのでおすすめですよ。